霊夢だぜ。マリサよ。気持ち悪ぅ。プレイモノ、いぜ。つが高い。我は世界一になるぞ。控えろゲロンモノ。1位と2位の差はテントチンコほどの差がある。来年100位くらい差がんねえかな。世界には2種類の人間しかいない。1位か。それ以外だ。いつになく饒舌ね。それじゃあ今回は世界一位の私が紹介してやるから、元世界一位の過去の偉人の負け犬紅白饅頭はバカみたいにアホは。じゃあ。すみません、調子こきました。許す。超許す。じゃあそこまで言うなら今回は譲ってあげる。ありがとうございます。そんなにへりくだるなよ。今回紹介するのは、幼年編最後の実力者、パワーとスピードを兼ね備えた打撃のスペシャリスト。知念さんだ。知念さんはバキの秘密兵器の実験隊、テク第2号に選ばれるほどの実力者だぜ。選ばれたくはないわね。居合の達人、黒川さんの次に選ばれるくらいだから、当然黒川さん以上の実力じゃないとやる意味がない。意味あり。私に任せるんじゃなかったのか。前も言ったかもだけど、一撃での殺傷力とスピードは黒川さんの方が断然上。2番手に知念さんを選んだのは、裕次郎さんの攻撃を想定してより強い打撃で試したかったと。さらに言うならばキの前方回転蹴りは性質上下からの攻撃には対応できないから、タッパのある相手と戦って上からの攻撃を誘発したっていうのもあるかもしれないわね。まあ下からの蹴りって可能性もあるけど、知念さんの場合拳のが速いと自分でもわかってるから上から攻撃で来ると踏んでいたんでしょう。ちなみに縦回転になれたら横回転カウンターも得得して、下から攻撃にも適応したけど現時点では縦回転のみなジャラップ。のぶと、遠く。なんで外人やねん。伏し目第2位。でしゃばるんじゃない。なんかヨウムが1位になった時も同じような扱いされたような気がする。わかってました。はい。一撃の威力は黒川さんの方が断然上。常識ですね。なんだこいつ。しかし武道家としての格は知念さんの方が上。意味あり。見苦しいぜ。世界一位になった私に嫉妬して否定したいだけなのはわかるが。私は感情論で論議はしない。どんなことを言われても根拠を提示しリズムで相手をとことん追い詰めるのよ。お前豚みたいな面してんな。リズムどころか肉体言語じゃねえか。調子に乗るなよクソ野郎。で、意味っていうのはなんだ。知念さんの方が格までも下だと、そういうデータとかあるんですか。ある。まず前提として相手の強さがわかるのも強さのうちというのがあるわ。ただし例外もあり、雑魚不良は生き抜くために相手の強さを測る能力に秀でている。それは戦闘力以上にタフなナッパや戦闘力以上にスピードがあるバータのごとくよ。ふむ、続けたまえ。脇が戦闘力を解放し、構えた時の反応。黒川さんは、その実力を真剣を帯びた達人並みの戦闘力と称していた。対しての知念さんは、子供であることの有利を姑息に利用しようとする君の邪心。と、まるで的外れの思考を巡らす。以上のことから格も黒川さんの方が上だと言える。でも脇が黒川さんの時に構えたのって、目を開けて普通にファイティングポーズをした時だろ。知念さんの時は目を閉じるのとポーズ同時にやったからペアじゃないぜ。うむ、一理ある。しかしだ。黒川さん戦で目を閉じた時のバキに対しての評価を見てみて。そうしてまでこの少年、この勝負に勝ちたいのか。これはつまり、目を閉じたこの構えが相手を二段させるなどの姑息な手ではなく、捨て身の攻撃だと一瞬で理解したから。相手の強さがわかる黒川さんやった。でも知念さんの思考を逆に考えると、本気を出さなくてはやられると思ったんだからそれなりに強さは読めてたとも取れるぜ。ある程度はってとこね。結局強さを読み違えてたんだから格的には下にならざるを得ない。マジかよ、知念さんが黒川さんより勝ってるところはないのか。優しさ、かな。優しいか。基本的に一言言えば100の殺意で返してくるば機会において、何があろうがどの感情を示さない知念さんは優しさベスト3に入る逸材。巨人は優しい。この目を見て、全世界の平和を願っている純粋な眼差し。いや、なんかこの無機質な目すげえ怖いんだけど。性格はいいとしても、戦闘力的に知念さんに勝ち目はないということか。肉体的には強いから、対黒川参戦だとすると諸たちの居合をなんとか回避できて接近戦に持ち込めば勝ちはあるわ。まあその人たちをかわすのが至難なんだけどな。そういう戦もあるしね、ねえよ。にしてもガキの知る限りの肉弾戦の最高峰が知念さんだったって思うと、ユリーさんより強かったのかな。あの時ユリーさん入院してるかしてないか微妙なところだったからね。パワーやスピードは5分くらいの気がするんだけどね。ユリーさんには見切りがあるし総合力で言うなら、個人的にはユリーさん推し。それってあなたの感想ですよね。ムカつくわねー。ところでこの時にもドッポちゃんいたけどなんで白羽の矢が立たなかったんだっけ。この約6年前、寄っていたとはいえ裕次郎さんが難なくドッポちゃんを倒してたわ。その情報はおそらくごっきりに処理されたんだろうけど、天下の明け沢グループに隠し事は不可能。
強者を探してたバキは、もちろん空手の最強団体新進会にも目が止まるも、クリア川さんからの情報が入る。新進会のオサは6年前裕次郎氏に何もできずに敗北しました。みたいな話を聞いて、名ばかり集団かと見限ったんだと思う。霊夢、何度も言わすなよ。出しゃばるなと言ったはずだ。あんたが聞いてきたんでしょうが。知念さんのモデルは調べてもわからなかったんだけど、見た目はオーソドックスな少林寺拳法家って感じだから、強いて言うならジェットリーさんってところかな。見た目はそれっぽい感じよねー。知念さんの流派、小林流からモデルを探してみるとだな。少林流の千葉な長身さんという人がいるんだぜ。流派と字が同じならこの人で決まりじゃないの。それがな、千葉なさんは少林流であって小林流じゃないんだよ。それに少林流の流派は沖縄空手だけど、知念さんの小林流は空手じゃないんだ。漢字が同じなだけに紛らわしいわね。ちなみに沖縄空手に知念博さんという方もいました。沖縄空手ばっかりだな。知念さんは自分の技を飛燕と言ってるし、字面からも見ても少林寺拳法の派生ってとこだろうな。掛け軸に書いてる健全一如、肉体があっての心、肉体を養い精神を収めるという少林寺の教えだからな。もっと言うなら、道場にあるシンボルマークが、太極拳の太陰太極図と、少林寺の縦マークを融合したもの、戦闘スタイルも2つの長所を融合したものとするならば、飛燕のスピードと、八景のパワー、2つの強みを合わせ持った強力な格闘技と言える。マリちゃんが打撃のスペシャリストと紹介したけど、実は少林寺の関節技とかも使えた可能性も。霊夢さん霊夢さん。一体何と言わせるんすか。ごめんごめん。ついね、説明が甘かったから。うぜぇ。知念さんの身体能力で一番の強みはそのデカさ。いきなり下ネタだ。みんな集まれ。やめろ、背丈だ。やめろって私が何を言おうとしたのか分かってんの。知らないぜ。ほらマリちゃん言ってごらん。せーの。ビビッベリー。無役だったから印象薄いと思うけど、実際結構大きくて最後の集まりの時、見物客は遠近法で比べにくくなってるものの、実際の大きさは安藤さんと同じくらいでかいから相当のものなんだぜ。目玉どこ？知念さんは見た目の印象は真面目で堅物なんだけど、結構ノリが軽く、自信家なのに視力深いという堅実な性格を持つ。それじゃあその辺深掘りしてみようっか。プロデューサーかよ。脇が看板が欲しいと道場破りを告白した時、視力深くちょっと考える。じゃあやろうかーっと軽く承諾。このサイズなら勝てるかな、と自信家ぶりをご披露。この一場面で全てが集約されてるんだぜ。塩の部分、一体何を考えていたのかしら。小さいし勝てるだろ、的な感じだろ。とろけそうなほど甘い。塩浅い。ぶち殺すぞ。よく見て、知念さんは左上を見て考えている。これは視覚的な記憶を思い出している時の仕草。じゃあやっぱバキの姿を思い浮かべてるんだぜ。バキ目の前にいるじゃないの。強く思いたかったんだよ。なんでだよ。これは、門下生たちの姿を思い浮かべて、万が一廃業になったら弟子たちからフルボッコされそうだなと考えていた。弟子凶暴すぎないか。でもよく考えてみて、ここには二人しかいなく目撃者は皆無。もし負けても負けてませんで通し、後日また乗り込んできたら弟子たちを焚きつけて袋叩きにすればよい。と、考えていた。無駄に性格悪いキャラにするのやめてくんない。でも道場主として辛いところよね。売られた喧嘩を買わずに逃げるわけにもいかないし、勝って負けたら廃業だしデメリットしかないからね。逃げたと思われても断る道場が多そうなのに、ちゃんと受けて立ってくれるだけでも評価できるな。黒川さんは逃げたのに。黒川さんは逃げたんじゃなくて、相手を気遣って断ったのよ。ちなみにベストな断り方ってどんなのなんだ。そこは天候流剣術の先生を参考にしてもらえば早いわね。みんな抜け、これがベストな断り方だ。1、まずは弟子たちで袋にします。断ってねえ。2、弟子たちがダメなら脅す。3、それでもダメなら他遊試合は禁止とごねる。4、こうなったら最後の手段、おもらし土下座して許しをこう。これがプロの断らーの奥義だ。これ絶対普通に看板取られた方がいいだろ。脇に勝てると踏んだ知念さんだったけど、息吹して気合を入れてるところを見ても、舐めたまま戦ったわけじゃないぜ。戦闘状態になっても軽い感じだから、通常時と戦闘時で老変するロビンソンさんとは真逆ね。ただただ軽い性格なんだぜ。好意的に見れば、いつでも同じテンポで戦えるとも言うかな。知念さんの技は飛燕、ツバメのように素早く身を翻す早技。さらにタッパがある知念さんはスピードだけではなくパワーも何ではない威力。パワー、スピード、そして小林流の技と、フィジカルと技術が同居する隙のない強さだぜ。素地が高いから弱点は少ないわね。強靭なフィジカルはバキ界では最低限必要なものだからな、そういう意味ではギリギリ合格って感じだぜ。ちなみにヘビー級チャンピオンのフィジカルですら、バキ界では格闘家として認めてはもらえない。格闘家の敷居が高すぎる。必殺技は飛燕の連撃と最速最短の曲付き。1秒間に12連攻と言われる飛燕の連撃。
よく見るとちゃんと12発の拳と蹴りを放っているんだぜ。正当少林寺の美咲さんの連撃とどっちが強いかしらね。そりゃ断然美咲さんだろ。その心は、最大トーナメントに出てるから。あの大会うんこ混ざってるからね、出場してるからって評価はできない。うんこ多くない？同じ飛燕の連撃ができるなら、スピードは若干異なるとはいえ体重が重い知念さんが有利とさえ感じる。さらに美咲さんの連撃は前面に集中して叩き伏せてるのに対し、知念さんの連撃は全方面、他人数にも対応できるほどの程度を誇る。美咲さんも全方面にできたかもしれないけど、やっぱ一撃一撃の威力は知念さんのが上のような気がするぜ。じゃあ総合的な強さならどうかしら。脇の秘密兵器で一撃で沈み、実力を全く見せられなかった知念さんだったけど、美咲さんが相手だったとしても多分一撃で倒されてたと思うのよ。あの高速カウンターだったらほぼ即死だよな。幼年編で耐えられるのは花山さんと鬼くらいでしょうね。ガイアさんは耐えられないのか。ガイアさんラブボディだから別にタフじゃないのよ。まともに食らえば一撃で終わりだと思う。そう聞くと、知念さんと普通に戦ってれば結構苦戦したりしそうだな。さっきも言ったけど、よくてもユリーさんくらいの実力だから苦戦はしないと思う。美咲さんならどうかね。美咲さんの戦術は、この線の町に徹した返し技。攻撃型のバツとの相性は抜群。幼年期のバツと美咲さんが普通に戦ってたとするなら、手こずるな、無傷じゃ済まねえが。地下闘技場でなら30分以内ってところか。ならば、いい加減にしねえか。あれ、なんで私怒られてるんだっけ。よく考えたら知念さんがジャック相手に有利に戦いを進められるとは思えないから、やっぱ美咲さんの方が強いでファイナルアンサー。最初から答え出てたがな。では、最後の審判に場面を移そう。関空服でおしゃれに着込んだ普段着はポイント高いわよね。うむ、勝てるとか言ってるけどバキの強さすら見誤ってたんだから全然当てにならないんだよな。それならいっそ。勝てるわけがない。って言われた方がよかった。いやよくねえだろ嫌がらせか。喧嘩次みたいなもんよ。でかいからか、意外に親子対決時のモブ登場マスが結構多い。じゃあサクッと言ってみよう。バキが12時間ウォーミングアップしてた時。12時間ってマジかよの面。ヘリコプターが現れた時。でかいせいでしれっと登場してしまう知念さん。ヘリを見上げる場面。中心にいてもでかい。自信前場面。手が縮んでしまう。バキが走って裕次郎さんに向かっていく場面。これいらなくね。サムラに一言言っておくの場面。ほほう、とちょっと読みの知念さん。礼を言うの場面。これはお礼に肉棒をプレゼントされてしまう恐怖を感じる知念さん。俺の好きな香りだ、の場面。メスにされてしまうと本能的恐怖で顔が透け込むほどの怯えを見せる知念さん。脇が目を閉じた時の場面。俺が食らった技がやったての場面。目を閉じてから構えを取った時。急速に老化してしまう。脇の回転蹴りを裕次郎さんの回転蹴りで落とした場面。これ見えてたのかなみんな。もしかしたら黒川さんしか見えてなかった可能性もあるな。裕次郎さんがほぼ死んでた脇に追撃をかます場面。なんか人形みたい。お母様の一撃。小さくてもでかいという矛盾。そして、鬼の審判の時。跳ね取るやないかい。裕次郎さんが迫ってくる場面。鬼のスピードをいち早く捉えた知念さんが一番驚く。そして鬼がバーサーカー状態になり、なすすべもなく散っていく仲間たち。しかし、たった一人だけ抵抗しようとした戦士がいた。まさにたった一人の最終決戦。その名も、知念さん。最高にひどい子ら。鬼が前に入った瞬間、この右拳を叩き込んで未来を変えようとする知念さん。後詰め半分。今、ダメでした。やはり未来は変えられず。鬼に一矢報いようと拳握ってるのだけは買ってあげましょう。みんな何もできずだったからな。そして最後は鉛玉食らって死んだゾンビみたいになってフィニッシュです。子守歌を聴きながら永遠の眠りにつきましたとさ。めでたしめでたし。どうだ霊夢。まあまあね。80点。おお、意外に高。1000点満点中、実質8点じゃねえか。まあマリちゃんにしてはよくやったと。褒めてやりたいところだ。バキバキボキボキクイズ。私にバキクイズを挑むということ、それすなわち、マイククイーンが鬼に挑むがごとく。今回はコメントであった形式でお試ししてみるぜ。はいはい、どういうコメントだったんですかマリサさん。問題を最後に提示して答えを次の動画の最初に見せるという形式なんですね。私なら早押しで答えられるんだけど、お試しでやってみるのもいいかもね。問題。小林流の紋章は最初も言った通り陰陽と盾が合わさったものですが、実は陰陽マークだけが記された箇所が2つあります。どこでしょうか？ズバリ答えるわよ。お前私の話聞いてたか。答えは次のマイナーキャラで、だ。答えたい。答えたい。あ。ああ。禁断症状で転送。あともう一つコメント来てたんでそれもやるぜ。まだ来てたの、何？広告つけたのとか読み上げてほしいってやつだぜ。また高速読み上げが聞きたいと。うむ、いつの間にかなくなってたな。
今は大丈夫なんだけど、一時期ニコニコで動画上限になっちゃってたから、それ以降出してなかったのよね。今回からまたちゃんと感謝をするんだぜ。それじゃあ行くわよ。じゃあ私は洋つべの方担当するぜ。スパチャは、アニメグラスさん、大田誠さん、猫太郎さん、ヘロヘロヘロさん、ありがとうございますだぜ。みんなありがとねー。ってことでクイズは次に回す形式に対してのコメントくれると嬉しいわねー。私は私の可愛さのコメントが欲しいぜ。それじゃあまた暇だったら見てね。バイバイだぜー。ハローニトリだよ。鬼の戦闘力って実際どんなもんなんだろうね。悟空くんが脳天に銃撃たれても痛い程度で済んだところ見ても、10位か。ってことになるのかな。でも体の硬さ以外は鬼の方が勝ってそうだし、悟空くんの耐久力が戦闘力以上に高いってのを加味しつつ、七さんの戦闘力が130なのを考慮して、鬼の戦闘力は180くらいでどうかな。理論は全然認める。前工場が長くなっちゃったけど、今回は長身の憲法家知念さん。さて、一撃で敗北してしまった彼だけど、そのスピード、パワーはどれほどの評価を得られるのか。スカウターオーン。おお、実は幼年期ではトップレベルか。全く別物のステータスを誇る花山さんと戦ったら意外に面白い戦いになるかもしれないな。結局負けると思うけど。それじゃあ盟友たちまた会おう。